小鍋に水を入れて沸かします。沸かしている間に鶏ガラスープの素、醤油、砂糖を入れます。次にカニカマと白ネギを入れます。白ネギは斜め切りです。沸いたら卵を溶き入れて箸で混ぜずにそのまま卵を固めます。卵が固まったら火を止めて片栗粉でとろみをつけます。とろみがついたらスープジャーに移して完成です。カニカマの旨味と卵の甘さが美味しい一品、ぜひお試しください。